日おめでとう？それって私に言ってるのよね。やっぱり今日は私の誕生日で間違いないわよね。別にカレンダーくらいちゃんと読めるわよ。ただ誕生日なのにあまりにも祝われなさすぎっていうか、なんか変なのよね。心にもココアにもコタロウにもおめでとうって言われなかったし、みんなはみんなでよそよそしいし、エリとのぞみは不気味なまでにべったりだし、さっきやっと引き剥がして巻いてきたところなの。このニコニーの脚力をもってしてもなかなかに手ごわかったわ。それであんたは私の家の前で一体何をしてたわけ？まさかおめでとうって言うためだけにここで待ってたわけじゃないわよね。なにこの匂い、なんでうちから料理の匂いがしてくるの？なによそのいかにも誕生日会って感じの飾りは。最高の誕生日じゃない。ココロ、ココア、コタロ、そのお花私にくれるの？ありがとう。え、みんななんでここにいるのよ。ちょっとちょっと、いくらなんでもサプライズすぎるわよそんなの。もう料理がまだ全然できてないじゃない。仕方ないわね。今日の主役自らが腕によりをかけてごちそうを作ってあげるわよ。ほらあんたも手伝いなさい。もう泣いてなんかいないんだからね。玉ねぎが目に染みてるだけなんだからね。ほんと